勝てばプロレス界初の快挙、佐々木健介。この一戦の勝利は歴史的一勝、メジャー三大シングルを制覇。しかし健介の頭にそのことはありません。強い GHC チャンピオン、強い森島武史に勝つこと、目の前の勝負、肉体と肉体のぶつかり合いに己の全てをかけます。試合前、緊張の色を隠さなかった佐々木健介、怪物森島を倒したその瞬間、プロレスの歴史が塗り替えられます。森島の強さを認めたからこそ、興奮も緊張ももう抑えきれない。それを解き放つ時が今訪れました。三大メジャー制覇、そんなことは関係ない。あれは怪物だ、それを倒して俺は GHC を取る。挑戦者、佐々木健介リングイン。胸の鼓動は今、その高鳴りが頂点を迎えました。秋山純に勝ち、丸藤にリベンジし、チャンピオン三沢からベルトを取った森島。ドアの中で倒すべき人間は倒した、そう話した森島は、次なる防衛戦にあえて困難な道を選びました。 IWGP5 回三冠ヘビー王も獲得、2004年プロレス大賞 MVP、 挑戦者は佐々木健介。誇らしげにベルトを掲げたチャンピオンです、森島武史。ベルトを失うリスクの大きい一戦、しかしこれを乗り越えてこそ理想のチャンピオンになれる。試合前そう話した森島の表情には、王者としての自信が満ち溢れていました。ベルトを取ってなお成長を続けるチャンピオン、3度目の防衛戦、 GHC チャンピオンです、森島武史リングイン。森島武史3度目の防衛戦、チャレンジャーは勝てば三大メジャー制覇の佐々木健介です。この一戦解説としまして、秋山純選手にお越しいただきました。秋山さんも楽しみな一戦じゃありませんか。はい、そうですね、久しぶりに真っ向勝負が見れるんじゃないかと思いますけど、はい、チャンピオンとしての森島、秋山さんの目にはどのように映っていますか。いや、もうね、やることも全部やってきましたしね、今立派なチャンピオンですもんね、今は。はい、その森島から一旦管理員にベルトが預けられました。森島を倒したい、 GHC を取りたい、その1年と話した佐々木の前に今ベルトが示されました。さあ決戦です。ナオコーナー、挑戦者260ポンド佐々木健介。歴史に名を刻むか、佐々木健介。裏側コーナー、GHC ヘビー級選手権者330ポンド森島武史。王者として全てをぶつける森島武史。シャイニーナビゲーション最終戦、文字通り最後の一戦、メインイベントです。 GHC ヘビー級選手権試合、60分の一本勝負、チャンピオン3度目の防衛戦、森島武史。最強のチャレンジャーとその王者が勝した佐々木健介。7月13日博多大会は30分ドローでした。今決戦、いきなり倒したの森島、ぶつかっていった健介、倒した森島。さあ森さんも見舞う、いきなりそのパワーをぶつけていきます森島武史です。あーと健介はチョップで返していく、押し込んでいく、早くも両サボルテージは全開だ。押し込んでいっているもん、チョップテールボー。早くも表情は好調しています。健介、森さんは同じように返していく。健介ロックのだ、ドッキック、健介も引かない、まだ止まらない、ロープを使う、
しだ。そうですね、もう2人やっぱ向かえばこういう感じになると思いますけどね。秋山さんは両者と対戦がありますが、パワーという点ではどうですか。いや、まあね、佐々木選手もね、体重はね、持ち前にも全然ないんですけどもね、やっぱり圧力というのがありますからね、はいはい、挑戦者は佐々木健介。あの小橋とのチョップ合戦を繰り広げたドームで初参戦、そこから3年 G1C へ上り詰めてきました。一方の森島は3度の防衛戦です。 3.2 武道館三沢を下しました。その後杉浦力を倒して防衛は2度、今日が3度目の防衛戦です。さあヘッドロック、さあ森島がバックドロップに行くのか、足をかけて防ごうという佐々木健介です。なんといっても森島はバックドロップですからね。そうですね、はい。秋山さんも何度も食らってきましたが、その威力というのはどうなんですか。やっぱりね、一撃でね、本当に仕留められる威力はありますからね。佐々木選手はそれが一番気をつけないといけないです。そうですね、どこでそのバックドロップを抜くんでしょうか。佐々木健介も十分そのあたりは意識があります。あの健介オフィススーパーバイザー、バックドロップを得意としてきましたマサ斉藤さんを相手に、十分この森島対策、バックドロップ対策をやってきたという佐々木健介です。さあロープに振って、あーっとヘッドロックは離しません。ここは佐々木健介が抑えていきます。ただ秋山さん、この佐々木をしても森島は怪物だと試合に話していました。そうですね、もう今はそういうところに来てますね。チャンピオンを今はヘッドロックで抑えています佐々木健介です。あー、そのマサ斉藤さんが今リングサイドで試合を見つめています。かつては森島と同じようにへそで投げるバックドロップ得意としてきました健介オフィススーパーバイザーマサ斉藤、試合を見つめています。さあ森島がこの腕をほどくでしょうか。まあ、今横に秋山さんがいるわけなんですけれども、その秋山選手を下して丸藤を下したところから三沢選手を倒し、その流れを作った森島です。まあ、秋山さん、ほぼ1年前にこの森島に初めて敗れたわけなんですが、はい、その成長というのはどのように感じていますか。僕はね、もう予想を上回るやっぱり強さだったので、ね、僕はもう負けだと思いますしね。あ、そうですか、はい。アタック一発で場内を沸かせましたこの森島たけしです。2002年に思えば G1C タッグを初めて取りました。あーっと、かなり厳しそうな佐々木健介です。 G1C のタッグはそこから取ること延べ3回、しかしシングルにはなかなか届きませんでした。ショルダータックル、秋山さん、このパワーがありながら、はい、一時力を生かしきれていないと言われる時期がありましたね。まあ、体をね、自分自身で持て余してたんじゃないですかね。さあその体を屈するのか、健介が象がいて森島が飛んだ。145キロ飛べ、スイシーだ。なんという圧力、そして145キロを制御できるその跳躍力。ただちょっと自らの膝を鉄柵にぶつけました森島たけしです。しかし秋山さん、今我々の目の前でしたが、そうですね、ジャンピオンも鉄柵にあっちし打ったみたいですね。まあ、立ち上がって気にする素振りは全くありません、はい、今まさに我々の目の前で鉄柵に膝を強打した森島、ちょっと膝を切りはしています。あ、そしてこちらは佐々木健介のマネージャー、そして健介の必須を統括します北斗晶さんも試合を見つめています。かなり厳しそうな佐々木健介です。秋山さん、はい、おそらく健介にしては珍しいと思うんですが、はい、試合前かなり緊張していると話していました。ね、まあ、いろんなところを、ね、出ている人間がこう、ね、緊張するというのはやっぱり、まだ5分です。彼は怪物、実力もつけている。側転からボディアタック、強い GH 王者とこの森島を称しました佐々木健介。動きがすでに止まったでしょうか。まだ5分です。さあ足はどうか、痛めていないかどうか。ニュートンのコーナーからスカッとミサイル、影響は微塵も感じさせません森島たけし。お互いに力を認め合っています。自分より実績もキャリアも上だからこそ勝って理想のチャンピオンに近づきたい、そう話した森島たけし。一方相手が強いからこそもう興奮は隠しきれません、そう話しました佐々木健介。さあ長い花道の一番奥まで行った
相手を睨んだ。助走をつけてラリアット、おっと腕をはたき起こした。このラリアットがあります。そしてデッドリか、反撃に出ました佐々木健介。そしてロープを使ってラリアット、後ろから首をかき切りました。この辺りはキャリアがあります佐々木健介。勝てば3代メジャー制覇です。秋山さんですらまだそれに挑戦したことがありません。 IWGP を取って3冠を取って、今日を取れば3代メジャー佐々木健介です。そうですね、すごいですよね本当に。秋山さんだからこそその難しさは分かるところがあると思うんですが、はい、さあエプロンでのブレバスター捉える森島。さあ力を込める両者、145キロを花道に打ちつけました。ここまで揺れ上げました、来ましたね、武道館全体が揺れました。さあ中に戻っていきます。あ、知らない間にカウントは15になっています。15になっています。あ、鼻から出血は堀島武史16 17、あと3つ、18 19、戻ってきました、戻ってきました。ただ鼻から出血をしています。秋山さんおそらく今赤バーに来ます。背中を打ちつけて鼻から血が出ましたが、かなり頭部への粘膜を、ね、切れたんですかね。それだけやっぱ衝撃があったってことですよね。前から後ろからもさらに前から倒して、さあまさ斉藤の前で監獄固め、がっちり捉えた、がっちり捉えた。佐々木健介の左前にはまさ斉藤、あーとエルボース、ハンマーの打ち合いです。デビューからキャリアは23年、監獄固めから首を捉えた。初めてのメジャータイトルは1991年8月31日橋本真也を破って初の IWGP ヘビー級チャンピオン、31歳でした佐々木健介。その時にはまだデビューもしていませんでした森島武史。マサ斉藤の前で韓国固めをきっちりと捉えています。秋山さん、佐々木健介が初めてメジャーを取った時、森島はまだ練習生だったんですが、その頃からよく見てきてましたよね。あ、そうですね、デビューから11年、森島のこの成長というのはどのように秋山さん見てますか？そうですね、まあ、本当に、ね、最初は、ね、あの自分の体を持て合わせるような感じで、ね、どう使っていいのか分からないようなところもありましたけどね、はい、今はね本当に。さあファーボール体勢、こらえる森島、持ち上げるか、力を込める。ああ、ここは森島返してヒップドロップ、全ての圧力が胸元を襲いました。秋山さん、これ苦しいんですよね。苦しいですよ、これ息止まりますからね、たまらずエスケープは健介です。ただ場外に逃れましても、森島は145キロの巨体を生かしてきます。さあエプロンサイドの攻防だ、見たくもないようなえげつない攻防だ。バックドロップか、危なすぎる。ああ、そして余計に苦しいですよね。健介は今エビゾリ状態でしたね。エビゾリ状態、そして後ろにこのリングの角を背負ったところ、ヒップドロップを食らいました。さあ森島、今度はマットを剥いだ。10分を経過しました。 DDT 145キロの巨体が余すところなく佐々木健介に襲いかかっていきます。秋山さんからその巨体を持て余していたという若手時代の話がありました。もう 120% 生かしてますね。全然生かしてますよね、もう何をやっても競技ですからね、はい、この佐々木健介をしてこう言わしめた森島です。115キロまで自分は体を大きくしてきたつもりでいた、しかしそれでも今の森島の前に自分はまだ大人と子供、自分を子供といった佐々木健介です。
それだけ秋山さん、この重さ圧力を感じてるんですね。そうですよ、僕らでも120キロぐらいまではなんとかあれですけども、チャンピオンの体重になるとね、きついですよね。その20キロ、30キロには大きな差があるんですか。かなりありますよ。佐々木健介より子供一人分ですからね。ああ、まさにそうですね。30キロ重い森島武史です。さあ、コブラクラッチ、珍しい技を出しました。そのままバックフリーカー、コブラクラッチ式のバックフリーカーです。これは珍しい技ですね。この辺りは緊急をして、そして肉肉しいまでのこの表情です。秋山さん、この森島が去年アメリカでベルトを取りまして20回防衛しましたが、何かあの辺りに転機があったという声もありますね。そうですね、それが一番自信につながったんじゃないですかね。ああ、踏みつけ式カバーです。1年で大きな変貌を遂げたとも言われるアメリカでのベルト防衛がありました森島武史。さあ、ボディースラム打ちつけて、あ、何か口走った青コーナーに、あー、佐々木健介がここで蘇生した。ダイレクト、さあ、健介が一撃でこの状況を打開するか。なだめ式フランケンシュタイナー、さあ、反撃に行けるか。健介ですから今度は登っていきます。青コーナーに登って、森島後ろ向きだが飛びついていった。あ、フェイスクラッシャーでしょうか。なだれ式で打っていきました。さあ、一気にいくか。休む間を与えません佐々木健介。かなり距離がある。ニュートラルコーナーから三大メジャーに向かって飛んでいった。カワーに行く、カウンター2。もう全部体を、ね、預けていくような技ばっかりです、ね、そうですね、そうしないとやっぱり倒せないんですね。何か捨て身の覚悟が伝わってきますか、はい、試合前こう話した佐々木健介。あー、逆一本、三大メジャー頭に全くありません。なぜならそれを気にしていたら森島には勝てないから、佐々木健介は話しました。三大メジャーという偉業にリーチをかけている森島に、そこまで心理的にプレッシャーをかける、それが森島のこのパワーです。張り手一発、さあ、今度は森島がナダル式フレインバスター。森島もまだバテていません。あれだけ攻めて攻められて、しかし起きていく森島たけし。秋山さん、一時スタミナ面の問題を指摘された時もありましたよね。そうですね、でもまあチャンピオンはね、もともとスタミナはねあったと思うんですよね。あ、そうですか、はい、あ、佐々木健介がかなり辛そうな表情です。キック打った、ダリアット返した。あ、しかし裏投げ、場内を投げ回しました。手ぶてしい表情のチャンピオンです。3度目の防衛戦、三沢を下してベルトを取りました。その前に、さあ、さあ、バックドロップに、こらえる、こらえる、なんとかロープに手を伸ばすのは精一杯佐々木健介。マサ斉藤さんを相手にみっちりバックドロップ対策をやってきました。ラリアットを打ってボディースラム、ニュートラルコーナーの前で後ろ向きに、あっと、ムーンサルトを狙ったか。しかしここで佐々木健介自らも登っていって、なだれ式のバックドロップ、先にバックドロップは佐々木健介、なだれ式カバーに入った、どうだ、2で返した森島武史です。三沢を下してベルトを取って杉浦力を倒して2度の防衛、その前には秋山、丸藤も下しているが、その森島にバックドロップ、先に打っていったのは佐々木健介、2発連続。今度はバックを取って、もう一度、もう一度、もう一度、3連発でバックドロップ。あ、森島の動きが止まりました。試合時間は15分を経過しました。もう一度行くと、ナダレスキも含めて4連発。ただ秋山さん、投げてる健介もかなり厳しそうですね。かけ疲れもすると思います。あ、そうですか。2で返した森島、145キロを4回、600キロを上げたんですが返されました。いや、健介も辛そう。
ブラッキングを目指して、そしてラリアット、さあここでノーザンライトまで行くか。森島は苦しい時間、ラリアットは倒された。強烈な一撃、アウトは中、これでも倒れません。さあノーザンライトボムを予告した。上げるかですね。145キロ上げた。3代目さえプロレス界初の快挙なるか。赤間入った。どうだ、カウントは2です。秋山さん上げましたね。そうですね、すごいですね。ただ2です。あ、この佐々木の表情どう見ますか。いや、もうこれで多分ね、決めるつもりで行ったんだと思いますけどね。出し切ったということでしょうかね。力を出し尽くしましたが決まりませんでした。追い込まれました。チャレンジャーながらキャリア実績すべてを回っている佐々木健介が森島に苦しんでいます。ラリアット倒れない。あ、逆に返した。これが怪物、彼は怪物ですよ。その一言を今噛みしめているでしょう佐々木健介。三沢に勝ちました、秋山に勝ちました。ノアにはもう倒すべき人がいません。そこまで自信を見せた森島、今その自信をリングの中で放っています。バックを取って、さあマッシュブレックス、投げっぱなし。森島のデビュー前に IWGP を取って、そして三冠ヘビーも取った三大メジャー両手をかけている男をジャーマン投げっぱなしで、あー、フットスタンプ。145キロ、カウンター2。秋山さん、はい、実績では明らかに上田の方が健介ですけれども、そうです、ね、必死にやっているのは健介ですね。そうですね、本当にそう見えますよね。さあ初めてのバックドロップは食らいません。まだバックドロップは食らいません。キックでいった、ラリアット倒れない。ラリアットまだ倒れません。健介持っていく、返す森島。 IWGP を取りました、三冠ヘビーを取りました。まだ見ぬ大きな思いベルト、それは GHC。 そこに向かっていく佐々木健介、しかし大きいチャンピオン立ちはだかる森島武史。両者打ち、さあバックドロップはまだいかない。ジャーマンの体勢、メジャーのうち2つを取って3つ目に挑戦した男はあの皇帝戦士ベイダーしかいません。日本人初の3大メジャー制覇に王手をかけている佐々木健介です。さあ引き起こしてボディスラム打った。さあ森島、145キロの巨体を空中に投げ打とうとしている。ニュートラルコーナーからムーンサルト、アウト。ケンスケかわした、ケンスケかわした。これは森島のダメージもありますか。いや、あるでしょうね。まあありますけど、あそこで回れるチャンピオンがすごいですよ。そうですね。さあエボート、ラリアット倒した、倒した、チャンピオンも倒した。さあどうだ、取るか、ケンスケ取れません、取れません。博多では30分引き分けました。30分では足りなかったこの両者の戦い。さあ今度は何を出すか。一度ノーザンライトを出してしまいませんでした。今度はノーザンライトをもう一度いくか。変形のウトがボル系のイラクション捉える森島。日本武道館はどちらへの声援か。声が充満して聞こえました。バックダウンだ、怪物ボリスマバックドロップ、返した、返しました。一発では決まりませんでした。20分経過、秋山さん一発では返しました、はい、そうですね、もう意地ですね、本当に。ただ拳を握ったチャンピオン、2発目のなんか嫌、ラリアット、振り踊りだけつけ、ラリアット倒れない、怪物が倒れない。これが新世代の怪物、それを投げ倒した佐々木健介、バックドロップを返した、どうだ、肩を上げました森島武史。なんということか、
ームから入りますからね、効いてると思いますよ本当に。日本プロレス界初の快挙に向けて、日本プロレス界新怪物が立ち上がっています。足を踏み上げました、時代じゃない、やっと止まった森島、バックを取ってジャーマのラウ、力を込めるジャーマン、145キロ怪物を投げ捨てました。どうだ、肩を上げている、肩を上げている。さあ長い長い日本プロレス界初の大挙に向かう佐々木、その前に立ちはだかる新たなプロレス界の怪物チャンピオン森島。ラリアット、当然のように倒れない森島、一気に決めに行く。さあエルボーを勝ち上げた、普段しない動きも見せる佐々木健介。さあ決めに行く、地球規模の崇高なる三大メジャー制覇チャンピオン誕生。ノアのベルトは2度目所属外の選手に流出しました。新チャンピオンは佐々木健介です。秋山さん、はい、22分2秒の熱戦でした。そうですね、本当にお互いね出し切ったって感じですよね、本当ね。結果ベルトはノアの外に流出したんですが、秋山さんはこの戦いどう見ましたか。そうですね、まあ、あのチャンピオンもね本当にあの改めて凄さっていうのがねあの分かったと思うし、もちろんそれに勝った佐々木健介っていうのはやっぱり強い選手ですよね。はい、そしてこれで3代メジャー制覇という偉業になりましたが、なんかすごいような悔しいようなって感じですね。悔しさもありますか。そうですね、僕らにはできないことですからね、おそらく秋山さんでしたらまずその3つに挑戦することすら難しいということは。いや、それはもちろんそうです、誰でも挑戦できるわけじゃないですからね、はい、あらゆる団体からその存在を認められた証でもあります。ついに3大メジャー制覇、その証を手にしました佐々木健介。あ、喜びがあふれます。最後に感動したい、そう話していた佐々木健介、勝って最高の感動を手にしました。ボロボロになってぶつかり合って肉体と肉体をぶつけ合って勝ち取りました。今三大メジャーを取ったという思いはあるでしょうか。 GHC を取った、森島を倒した、その思いでいっぱいかもしれません。佐々木健介、ノアにとっては有識事態です。しかしプロレス界にとってはこれは偉業、三大メジャーを制覇しました佐々木健介です。勝ちました佐々木健介選手ですが、まず佐々木さん、森島選手に今メッセージがあればどんな言葉をかけたいですか。森島武史、全力で全力で来てくれてありがとう。改めてご紹介します、新チャンピオン佐々木健介選手です。今ベルトを初めて手にしました、この GH のベルト、どういう感触ですか。このベルト前から俺の頭にあって、もう現役の間に俺はもうこのベルトと関わることがないのかなって一時期ずっと思ってました。だけど
日々の戦いをこの道場生を中心に戦ってきて、諦めないで来て、今日はとっても最高です。ありがとう。佐々木さん、このプロレス史上 IWGP 3冠、そしてこの GH3 つを取ったのは初めてです。ありがとうございます。自分の中で3つ見るんじゃなくて、このベルト、GC のベルトを取りに行くっていうだけで 100% の気持ちがチャンピオンの森島に向いてました。だけどなんていうか、こうやってベルトを取ってからみんなの気持ちが伝わりました。みんな、俺が GH チャンピオンだ。さあ佐々木さん、これからはこのベルトを手にして、このベルトを狙ってくる選手が必ずいるはずです。これからはどんな防衛戦、あるいは今頭の中にいる選手というのはいるんですか、挑戦者として。いや、もう今この方取ったばかりで冷静に考えられないけど、俺は誰でもいいですよ。誰でもこのベルトに向かってくる、俺の気持ちに向かってくる奴がいたら、別に1ヶ月も2ヶ月じゃなくてもいい、明日でも明後日でもどこだって俺やってやるぞ。佐々木さん、これから新チャンピオンとしてぜひこの GH のベルトの価値を高めて、そして素晴らしいプロレスをこれからも見せてください。はい、目いっぱいいますんで、よろしくお願いします。新チャンピオン、佐々木健介選手でした。今、中島の手によってベルトはその腰に巻かれました。プロレス史上初めて三大メジャーを取った男、プロレス界にその名を刻んだ男は佐々木健介です。また一人崇高なるチャンピオンが生まれました。その最強の称号、 GHC のベルトが腰に巻かれました。佐々木健介です。怪物と称し尊敬したチャンピオン森島武史を下して、今ベルトを腰に巻きました。新チャンピオン誕生、佐々木健介が誇らしげに両手を掲げました。あるの勝利者インタビューでした。さあ、こうなるとノアとしても黙って指を加えて見ているわけにはいきません。ベルトが流出しました。誰がこのベルトに向かっていくんでしょうか。三沢が、秋山が、小橋が、これまで腰に巻いてきました GHC のベルトです。おそらく森島が取られたのを見て、同世代の米も力雄も心穏やかではないでしょう。新たなチャンピオンが誕生です。そしてこの長い日本プロレス史上において初めて IWGP と3冠を取った男が GHC を手にしました。三沢、田上、小橋が3冠と GHC を手にしました。天竜、ベイダー、佐々木など6人が3冠と IWGP を手にしました。そして高山義弘が IWGP と GHC を手にしました。これまで2つまでがその限界でしたが、初めて3つを取った佐々木健介。北斗晶が見つめる前、ノーザンライトボムを決め、そして最後はボルケーノイラプション。 GHC のベルトをその手に収めました。歴史に名を刻んだ男、ノアマットでその新たな歴史が刻まれました。新チャンピオンは佐々木健介です。第13代チャンピオン、10人目の GHC ヘビー級チャンピオン、佐々木健介。溢れる汗は充実感に満ちています。森島武史を倒した、その充実感でいっぱいです。さあ、ノアマット、また箱舟は新たな渦に巻き込まれます。間違いなく新たな流れがノアの箱舟を襲います。